ティエントの基本的なコンパスを叩いてみよう。オレイ！こんにちは、フラメンコギタリスト池川俊和です。今回はフラメンコの曲種ティエントの基本的なコンパスについてご紹介します。こんにちは、フラメンコギタリスト池川俊和です。今回はフラメンコの曲種ガロティンの基本的なコンパスについてご紹介いたします。フラメンコを語る上で欠かせないのがコンパスという概念です。コンパスというのはフラメンコ特有のリズムパターンのことで、フラメンコの曲の種類すなわち曲種にはそれぞれ一定のコンパスというのがあります。コンパスはそれぞれでたくさんの種類たくさんのバリエーションがあるのですが、今回はその一つをご紹介いたしますので、ぜひ覚えてみてください。ティエントは手探りという意味のある重厚感あふれる曲種です。4拍子系の曲種になり、1コンパスは数え方にもよるのですが4拍または8拍となります。それでは早速叩いてみましょう。1 2 3 4 5 6 7 8、1 2 3 4 5 6 7 8。4拍子系の曲種であるティエントはガロティンやタンゴデマラガ、タラントなどと同じリズムパターンで叩くことができます。まずはじめは1拍目にパルマを叩いて1 2 3 4 4拍目の裏に軽く叩いて4 5 6 7 8 8の裏8の地のところで叩いて1 2、というふうに叩きます。いろんなリズムパターンがありますが、これをまず一つのベースとして覚えてみてください。もう一度叩いてみます。1 2 3 4 5 6 7 8、1 2 3 4 5 6 7 8。いかがだったでしょうか。他にもまだまだたくさんのコンパス、リズムパターンがあります。まずはこの1コンパスを覚えて、ご自身の歌や踊り、ギターに役に立てていただければ嬉しいです。それではこれからもパルマを叩いてフラメンコを楽しんでいきましょう。あれ、今回の動画はいかがでしたか。フラメンコの魅力をこれからも多くの人に伝えていきます。最新動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録はこちらまで。